です。お願いします。俺ちょっとね、悩み事があんねん。なんでちょっとだけしかないねん。何がやねん。大いに悩め、お前はもっと。はぁ、大いに。何を言うてんねん、お前。いや、悩み事があってやな、俺ちょっと夜寝られへんねん。マジで、うん、お前みたいな類まれなる無神経なやつでもそんなことなんの。何やその言い方。ガサツの王様やんけ、お前。すごい悪口言うてくるやんけ。いやでも夜寝たくても寝られへんのよ。ああ、そう、うん、ほんなら俺に任せるや。なんでよ。もう俺なんか、お前な、もう言った不眠症の日本代表みたいな時期やったから。聞いたことないぞ、お前。いや、マジで。ほんまにすごかったから。だって俺、だって20代の時、うん、睡眠薬なしで寝たのって2時間ぐらいもん。嘘つけよ、お前。ほぼ睡眠薬なしで。そんなわけないやろうが、お前。いや、でもほんまに睡眠薬に助けてもらって。言うな、あんまそういうこと。で、今はもうね、ちゃんと綺麗さっぱりお別れしてるから、うん、克服したんかいな。そうや、いろんな病とは。そうや、だから大丈夫やから。大丈夫なんだ。じゃあまずだからお前がなんで寝られへんかを検証していこう、うん、あ、ちょっとそれ頼むわ、うん、まず寝られへん時の自分をちょっと想像して。うん、オッケーオッケー、うん、うん、目つぶってますか。当たり前やろお前。寝る言うてんねんから目つぶってるに決まってるやろがい。違う違う、布団入った瞬間に怖くなって目つぶられへんっていう症状昔あったから。あ、リアルなやつ。だからどうかな。ボケちゃうの今の。ボケちゃう、ボケちゃう、ほんま。あ、ま、マジのやつ、あんねや、そういう時。お前のこと心配してる。あ、ごめんごめん、それは悪かったわ、うん、あ、目、まあ、目はつぶってるじゃん。つぶってる、うん、あ、じゃあもう1段階クリアしてるから。あ、もうそれクリアなんや。もう大丈夫大丈夫。あ、ほなよかったわ、うん、ほんなら、まあ、目つぶってるけど寝られへん、うん、そうそうそう。じゃあ何かこういろいろ考えてしまったりこうしてしまう。ベッドの中に入るやろ。ほんならなんかどうでもいいことばっかり考えてまうね。はいはいはい、どうでもいいことばっかり考えてまうね。例えば、あーなー、そうかそうか、おにぎりせんべいっておにぎりの味せえへんな。どうでも良すぎるやろ、ね、そんなことは考えへんで、ね、あと赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ、赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ、赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ、目チカチカすんな、うん、どうでもええってだから、うん、いやそんなしょうもない話しちゃうねん。あー、みんなスマートフォンのことスマホって言うけど正確にはスマホやんな。いやもうええわおい。そんなこと考えて寝られへんわけないやろ。そういうことを考えてしまう。いや、そうかな、自分のことを考えてまうねん。いつになったら身長伸びんねやろ。伸びるかお前。もうさすがに諦めてるわおい。ああ、これやこれや。なんでみんな LINE 既読スルーするんやろ。やめろよお前。何リアルなこと掘り込んでくれてんねん。タイムラインにこういうことを書いてもなんで反応してくれ、うん、やめろよってお前は。何を言ってんねんこれ。違う、そういうことじゃなくてな、10年後の自分どうなってんねやろとかあるやん。あ、はい、10年後の自分どうなってんねやろ。そうそうそう、やっぱり石田とは絶縁状態になってんのかな、うん、悲しいな。絶縁やろ。いやいや、そういうことじゃなくて結婚できてんのかなとか子供できてんのかなとか不安だったりするやん。それもったいないお前。何がもったいない。寝られへん状態をもっと楽しんでいかんとあかんない。無理やかな、そんな楽しんだらええねん、それどんどん楽しまれへんやん。なんでやねん。夏なんか夏で言うたらこうムシムシしてこう汗だくなるやんか。そういう時はこう考えたらね、そっか、いつも小籠包はこんな気持ちなんか思えるかお前、うん、なんで寝る時に小籠包の気持ちにならなかった。ええやんけ小籠包の気持ち。いやがな、まあ、ちょっと冷房ばかけるわ。あ、もったいない。何がもったいないね。もったいないわ。いや別に冷房かけていいやないかい。冷房かけるに一手間加えるだけでめちゃくちゃハッピーになるから。どういうことよ。だから冷房かけるに一手間を入れるね、うん、運を入れるのよ。うん、運を入れるわけよ、うん、じゃあ冷房かけるが、うん、レインボーかけるになる。頭おかしいかお前。どうよ、何を言ってんねん。あのただの冷風が見てもう虹色に見える。やばいやつやないかお前。綺麗ね。お前何かしらの禁断症状出てるやつやぞ。綺麗やないかお前。綺麗やないかやないねん、ね、これまた冷風がなよりこうなんか寂しさをな倍増させるやんか。どういうことやの。いやなんかこのね、一人で寝て寒いしやな、うん、石田なんかな温かい家族と一緒に寝てんのかなとか思うやん。あの、いい情報あるわ。なんやねん。あの、プリンターからプリントアウトされたばっかりの紙、うん、ちょうど人のぬくもり。だからなんやねん、うん、いや、ええねんそんなん。家族って書いたのをプリントアウトしてそれをずっと激ヤバやって、そんなやつ。ええやんけ。ヤバすぎるやろ、こんなもん。あったかいやろ、お前。夏なんかな、うん、やっぱりな、こうどっからともなくな、こう、うん、蚊が現れよるやん。サプライズゲストの登場やん。ポジティブやな。おめでとう、一人じゃないな。変な言い方すんなよ、お前。ええやんけ、お前。寝てたら耳元にファーファーファー飛び寄るやんけ。ええやんけ、あれもよく聞いてみ。ついてるからね。言うかそんなことお前。なんで俺蚊に慰められなあかんねん。よかったなお前。よかったな、やないねん俺ね。蚊が鬱陶しいからな、うん、こう電気をつけてこう蚊を探すやろ、うん、そんな見つからへんねん。ほんでまた寝ようとしてもなまた蚊が鬱陶しい。ほんでこうまた電気をつけてこう探しても見つからへんねん。何かお探しですか。お前誰やおい。私はこのマンションにずっといるお化けです。怖すぎるやろお前。急にお化けの話なんかええねんお前。井上さん、井上さん髪型がこっち妙に長い時あったでしょう、うん、あれ僕の仕業です。嘘つけよ。
俺の仕業やそれは。そうなんですか。当たり前やろうが、もう俺がやってくれ言うてんねんから俺の仕業に決まってるやろ。そうてかそんな話をしてんじゃねえ、蚊の話をしてんねん。蚊の話ね。こう電気をつけてな、こうまだ蚊を探してもこう見つからへん、ほんでもうしゃあない、うん、寝ようと思ったらもう噛まれてかゆいねん。ええやんけ、待ちに待ったお前、血のつながりやんけ。そういうこと違うやろお前。血縁関係ができて絶対嫌やわそんなもん。ええー、お前息子のように可愛がれよ。可愛がれるかそんなもんお前。ほんでもこれベッドで寝られへんと思ってな、こうリビングに移動するやろ、うん、リビングに移動してソファーで寝ようと思ったらな、昼間は気にならへんかった音が気になりだすね。そうそうそう、こう時計の音とかが気になんねん。そっちの針どうなってんねんおい。見たことあんのかそんな時計。おいすげえノリノリやなおい。コンサートに来てる客みたいになってるやろ。ああほんなら次なお前。ピチョン。そう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 。この蛇口がちょっと緩んでてな、こう水道の滴が気になんねんおい。ピチョン。ピチョン。ミュージカルかおい。右手は雫でええわい。体何を表してんねんそれな。おいな、ほんなら次冷蔵庫かな。バイン。古いタイプの冷蔵庫、今時音鳴る冷蔵庫ないで。そんなんボボンボンボン、何の音やそれ。おいなあ、ボボン、扉を開け閉めするなおい。アコーディオンみたいになってんねんおい。何してんねん、両開きですねん言うてる場合か。いらんねんそんなん。てか今時そんな音鳴る冷蔵庫ないから。俺冷蔵庫やからって安心したけど、うん、このネタ賞味期限切れやな。やかましいわ。もうどうもあざした。このネタは古いで。古いね、うん、2年目とかそやなぐらいのネタです、うん。ちょうどだから僕が病み始めて寝られへんかった時、寝られへん時期が来て、うん、ほんまに睡眠薬の力を借り始めた頃のネタですよね、うんうん、はい。これはでも本当分からんけど、ノンスタイルを大阪時代から知ってくれてて、はい、もう俺らのキャリアと同じぐらい応援してくれてるっていう方がいるならば、はいはい、絶対に見たことあるネタやな。そうですね、ようやってたもん昔。ようやりましたね、うん。昔のやつやったらありましたもんね。Ladies and gentlemen, who me show? あったあったっていう、ね、うん、途中入りとかみたいなありましたけど、あったあった、ちょっと宝塚っぽいショースタイルにしてな、はいはいはい、ありましたけど、うん、でもこれはあの作り始めた当初が一番良かったっていうね。あのどん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 こう作り変えて作り変えて、うん、あの悪い作品になってったというね、やつでしたね。これはエゴが出るとともに、そうですね、ほんまに寝られへん辛さを知ってるからこその。そうやな、はいはいはい、ありましたけどもね。まあでもだから当時から変わらない、このおにぎりせんべい、おにぎりの味せえへんやとかな、はいはい、残ってる部分もあるし。そうですね、これも残しながらですね、なんか いろいろ考えたんですけどもね、うん、まあでもこのネタに関して言うと、そのほんまに昔ならではのやつがあって、いやほんまもうでけへんわとか思って、もうだって冷蔵庫も音ならへんやん。まあならへんわな。だから若い人はもう分かってないでしょ、うん、ね、俺らのねまだ20歳ぐらい20代の頃は冷蔵庫が定期的にバインって言うたのよ。言うてた言うてた。今もあるそんな冷蔵庫、もうさすがにない。いやもうないんちゃう、さすがに。だって家の冷蔵庫、うん、そんな音鳴るとこ機械も、あの氷ができてガシャガシャーあれで、うん、カラッカッカーな、うんうん、それはあるけど、そうだからそれにしようかなと思って、うん、バインをそのカラッカッカー氷できる音な、そうそうそう、でそれでドラムみたいにしようかなとも思ってんけど、うん、なんかやっぱこれはといえばボボンボンボンだな、まあ、古き良きな。そう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 、うん、これでボボンボンボンなくしたら俺のこれこのネタで唯一やりたかったところやのに。ボボンボンボンしかやりたいところないの。そうだから夜になると全ての電化製品とかが目覚めて、そうそうトイストーリー的な世界になるというな、そう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 ネタやったから、それをしたかったのに、そこまで削ってしまったらこのネタじゃなくなるという、うん、まあ確かにことでね。まあだから僕ら世代の人が見てくれたら、はい、あったなって楽しんでもらえるし、うんうんうん、今の若い方からしたら、あそういう歴史があるんやという、うん、まあ歴史というほどのもんでもないかもしれないけどね。それを感じてもらえるネタな。そう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 。だから今なんか、うん、カーも昔よりなんか少なくなってるイメージやもん。カー？うん。カーは減ってはね。昔よりやで。俺だから家とかで出えへんもん。か、うん、出る？出るよ。出えへんやろ。出る出る。えマンションやろ。マンションや。マンなんかカーって何回以上出えへんとか言うやん。いやカーは出るよ、そのエレベーターで上がってくるしやな。
え、俺だからないもん。いやだから換気してへんねやろ。だからいや換気まあそこは、あともううちはだって子供がおるからベランダもこうさ、うん、ベランダで遊ばしたりもするからさ、カーなんか全然おるよ。え、カーと長らく会ってないの？会ってない。カーにも愛想つかされたんかいな。だってお前とさ、うん、この前ロケ行ったやんか、うん、ロケ行った。あん時もお前めっちゃカーに噛まれてたやん。めっちゃカーに食われた。俺全く噛まれてないもん。だから、うん、多分年齢的にも噛まれにくくなってるはずやねん絶対。血的に。いや血まずいんやろ。だから若い頃は噛まれてたけど、うん、やっぱもう年取ってきてやっぱ噛まれなくなってきてるもん。いや俺だから血激うまなんやって、多分俺今もう毎日3食ええ飯食うてるから、うん、もうそうやな、普通に健康的に、はい、健康がもうすごいから。まあそうか、だからそこかもな。うん、激まずなんやで多分。前の草むら行ったロケの時に、うんうん、全く噛まれてなかったから 3,4 箇所噛まれてたもんな。まあ見えるところでな。そうやな、うん、もっと噛まれてたよ俺。ゼロゼロ。ああそう。だからあんまその蚊に噛まれるとか、こう耳元でふわーって飛ぶとかが、うんうん、もう自分の日常ではあんまりなくなってきたから。そうか、だからじゃあこのネタあんま乗り気じゃなかったんやな。やっぱそういうないんや。いやいや乗り気じゃないというか、まあないなと思ってながら、うん、うん、そうこのネタもだから蚊のふーんのやつもこれ結構早い段階でやっててんけど、笑い飯さんの蚊のネタ出てきて、あったあった、あれが出てきてもう急にやりにくくなってな。うん、うん、こっちの方が先やけどな。うん、まあまあボケ的には向こうの方が余裕でおもろいけどな。こっちの方が全然おもんないねんけど、うん、あれがもう出てきたからもうちょっとやりにくいなっつってなって。そうだから語弊がないに、我々の方が一応先にこのボケはやってるからな。そう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 、我々さんの方が先に作ってたかもしらんけど、うん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 、舞台上では俺の方が先にやってるからな。まあまあまあそうね、うんうん、これはでも長いことやってましたね。やってたな。でもあんなに20代前半の時にホリドリでやってたボンボンボンが、うん、こんなに恥ずかしいとは思えなかった。ほんで、うん、しゃあないで、うん、このネタ、うん、無観客向いてない。このネタは向いてへんな。間の取り方もむずいし、うん、無観客になるとそうやな、うん、うん、なんか結局このネタってどこで突っ込んでもええというか、うん、この間で突っ込まなあかんっていうよりかは、うん、お客さんの笑った声で突っ込むタイミング決めるみたいなネタやってするから、うん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 、無観客でボボンボンボンって時に、うん、シーンってなったら、だからどこで突っ込んであげるのが一番心地いいのかが、うん、分からんくなってきた。そうやな、うん、うん、なんかやっぱ時代とともに漫才のあり方じゃないけど、うんうん、無観客に向いてるネタと向いてないネタあるなと思ったわ。まあそうですね。でこれはもう正式に発表します、うん、封印です。はい、もうここでしか、この YouTube でしか見られんからな。もうはい、二度としないと思います、うん、生で舞台上で例えばじゃあ20周年ライブやります、はい、デビュー当時のネタをでも見せないね。これもうしないです。もうここ限定です、うん、もう封印です。そうやな、はい、だから最後のこの傍観者やな、はい、ここにいるスタッフ陣が。いやそうですね、3人このネタを見届けに、はい、ボボンボンボンも恥ずかしいですし、うん、ボボンボンボンのピチョンもめっちゃ恥ずかしかったです。ピチョンも恥ずかしかったです。そうやな、はい、うん、逆に貴重なネタと思って、そうですね、皆さんもう一度ご覧になっていただけたら、はい、違った味わいがあるかもしれませんので、はい